はい、どうもいらっしゃいませ、ポンちゃんです。久しぶりに普通にノーマルの動画を撮影して投稿しようかなといった感じでございます。今日作るのが、タラの白子を使って、ちょっとクリーム煮を作ろうかなと思います。でもしね、まあ、牡蠣とかでもそうなんですけれど、臭み抜きするのにいつも牛乳使ってます。牛乳と水を大体半々ぐらいに割ったものですね。これに最低30分ぐらい漬け込んでいただくと、臭みはほぼほぼなくなります。ポーションとしては大体これぐらいのサイズにカットしておきます。ちゃんとね、すぐ冷蔵庫の中に戻しておきます。でこれペーパーで表面だけちゃちゃっと拭いちゃいます。水で洗う必要ってここにはないんですけれど、まあどちらでもいいです。水で洗う服でもいいんですけれどね、どちらでも OK です。表面に薄くお塩しておきましょう。でこれ薄力粉です。ちゃちゃちゃっともうまぶしつけちゃいます。はい、ここで下準備 OK です。では焼いていきます。油ならしだけしておきます。で今回別に中華鍋使ってますけど、中華鍋じゃなくても全然何でも OK です。普通のフライパンで全然使えます。一旦ちょっと火は止めておきます。ここまでちょっと熱すぎますからね。でそのまま油が乗ったところに移して、ここから再度火をつけて、大体中火ぐらいにしておきます。まあ、玉ねぎとかね、野菜あったら適当にスライスしたのを入れていただいて大丈夫です。今回は僕は白ネギね、ちょっと切ったやつ余ってるんで使っておきます。白ネギに対しても離水しやすいように気持ちだけ塩をしておきます。ネギに対する塩です。黒胡椒今回使ってますけれど、色を白く仕上げたい方なんかは白胡椒を使ってください。今日はね、白子の上に乗っけてる必要性はないのでちょっと乗っけておきます。ネギはネギでね、ちょっと炒めてあげて味を出したいところですからね。で、ちょっと戻します。ちょっとひっくり返しておきます。ネギね、これ以上あんまり焼き焦げをつけたくないので、そうなったら白子の上に避難させちゃいましょう。でまあ、少しの間ね、焼いていただいて、こう、表面にちょっと焼いた形でコーティングがつけば OK ぐらいでございます。で、中までまだ火は通ってきていない状態ですので、少しお酒を加えます。料理酒で OK です。まあ、よりフレンチとかにしたい方は白ワインとか入れていただくといいかと思います。これで蒸し焼きにして、中まで完全に火を入れてしまいます。まあ、中完全というか、大体、8割、9割方火が通れば OK ですね。この後またクリームとかも加えてまた煮込んでいくという形の工程入りますからね。では、牛乳を入れます。牛乳はそんなにこうガッツリガッツリ入れなくても全然大丈夫です。あまりこう入れすぎたら今度ね、濃度がつくのに時間かかっちゃったりしますからね。で最初に下粉を見ながら小麦粉を打った分で濃度が勝手にそれでついてくれますん でバター使ってない分ね、ちょっと香り出すのに僕は気持ちお醤油使います。もう数滴で十分です。で上からね、こうミルクをかけてあげて、回しかけていく感じ。まあ、フレンチとかアロゼするイメージですかね、海苔で言うと。で、もうこの時ね、ネギは中に落としちゃって大丈夫です。もうこれ以上牛乳があったら焦げないですからね。
うん、これだけで抜群に美味しくなってますね。でお皿に盛り込んでいきたいと思います。ちょっとね、知り合いの飲食店さんから譲り受けたお皿で、お皿というか器でございますね。せっかくなんでちょっと使っていこうかなと思います。いや、去年のね、年末が最後の営業でも閉めてしまったお店さんなんですけれどね、お世話になったお店さんやったんで、すごくショックでございます。可愛らしいこういう柄もついてます。完成です。蓋開けてみたいと思います。なかなか絵面がいい感じですね。うまそうです。というわけでテーブルに移動してまいりました。よいしょ。まあ、作るのはね、本当に時短で作れるメニューでございますんでね。でも結構なんか手込んだっぽく見えますんでね、そういう意味でもいいかもしれません。いや、ちょっと、もう一回中身をちょっとこんな感じでやっております。もうちょっとね、濃度つけたい方はつけていただいたら全然 OK です。では、早速食べていきます。白子がもうちょうどいい火の入り方しますね。いただきます。うん。うんまっ。やっぱり今の寒いこの時期ね、タラうまいですね。タラの白子最高です。でこれね、別に今回白子でやってるんですけど、普通に白身の魚とかね、そんなんでやっていただいても同じようなメニュー作れますからね。でもせっかくこの時期やっぱり白子とか食べたいなっていうので、そういうちょっといいメニューね、紹介できたらなと思ってやってみました。先日ね、ちょっとお客様に似たような料理を出したんですけれど、結構受けが良かったので、まあ、せっかくやから紹介しようかなみたいな感じでございます。でね、白子を先に牛乳つけてあるおかげで臭みが本当に全くないです。で、また牛乳ね、ちょっとつけたまんまの状態でお粉叩いて、今一応ペーパーで拭きはしましたけれど、ペーパー、牛乳でこうコーティングされた状態で焼いてるって形になるので、中から旨味とか余計にこう水分が飛びすぎない状態になってくれるので、もうね、白子の良さをクーと凝縮したような感じで、ちゃんとうまさをここ逃がさないで閉じ込めた状態で仕上がってくれます。で、先にちゃんとね、下味の塩してあるのでね、余計にこう白子の味がしっかりと際立ってうまいっていう感じです、本当に。で、お醤油使うことによってバターとか入れなくても十分その香りとかの方でもね、満足度がある味に仕上がっております。バターまでちょっと使ってしまうと、やっぱりちょっとくどくて重いなっていう方なんかは特にこの作り方向いてると思います。いや、本当に美味しい。というわけで本日の動画は以上でございます。またいろいろ美味しい料理など紹介していきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録に高評価よろしくお願いいたします。それではまた動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。